おはようございます。さあ、イベントでも何でもない久しぶりの配信です。おはよう。気楽に見てください。おはようございます。ちょっと待って、テロップ書くか。イベントありがとう。こんにちは。センチ、おはよう、おはよう。今日はですね、いつもよりゆっくりめに、イベント中、期間中のよりにちょっと長めにね、寝まして、8時に起きました。イエーイ。みんなおはよう。あ、スポンジ濡らしてくるの忘れた。よいしょ。なんでこの時間はメイクします。おはよう。今日メイクします。じっと見るだけにしようと。たまにコメントしてよ寂しいからたまにコメントしてよ。おはよう。おはようございます。ということでですね、7日間が終わりました。早かったな、マジあっという間だった。しかもこのイベント参加してよかった。みんなと楽しく過ごせて。おはよう。このイベント参加してよかったって話、もう何十回目って感じなんだけど、そのぐらい思ってるんですよね。おはよう。みんなイベント翌日の朝からありがとう。しかもちょっとね、朝にしては遅い時間なので、みんなもう仕事かも。ありがとうございます。お疲れ様でした。楽しかったよ。ありがとう。さえも楽しかった。おはよう。なんかこのイベントでね、知ってくれた方も多くて嬉しい。仕事サボってます怒られないようにしてください。昨夜はようやく熟睡できたんじゃない。なんか爆睡だったね。朝8時まで一度も目覚めることなく爆睡だったね。おはようさん、確実そうだからよかったね。え、そう、なんか多分変動することはないよね。そう、嬉しい。でも確定順位がね、今日の正午に出るので、午後、夜、何時だったっけな ?7 時半ぐらいにやろうかなと思ってるんですけど、どうですかね ?7 時半ぐらいなら、みんなお仕事終わって、見れる方も相当増えるんじゃないかなと思ってて。なので、7時半ぐらいにやろうかなって今のところは思ってます。後で755に書きます。みんなと感動の。パパもレインボースター投げた。パパもママもレインボースター投げてくれたおはよう。パパもママもレインボースター投げてくれたよ。優しいね。パパにさ、パパがレインボースター投げてくれたの見えたからさ、そのイベントの4日目ぐらいかな、パパに SMS 認証してるって聞いてさ、してないとイベントポイントならないんだよって言って、してないって返ってきて、うわ何個か無駄にしたよって言ったら、あ、ごめん、いつの間にかしてったって返ってきたお騒がせパパちゃん。そう、してないって言うからドッキリしたらしてたっていう。パパしっかりしてよパパっていう感じでしたね。イベント終わった後の21時から24時まで寂しすぎたいつもその時間絶対配信してたもんね、イベント中ね。確かに、あんだけ、しかも盛り上がった後だから、こう静寂が、確かに
いつもより静寂が静寂に感じられる。おはよう。今回のイベントさ、その健康的な時間に最大効率的にできたから良かったかなって思う。なんかもっとさ、朝5時からとかやればさ、もっとママ音なしにして健康的な時間じゃなかったら朝5時から24時までさ、なんかみたいな組めたけどさ、健康的な時間にできてよかったなって思う。私もみんなも疲弊しなかった、体力的には。ほっとして寝ちゃった。あ、昨日の夜なんかほっとしたよね、きっと。皆さんもさえもほっとしたけど、きっと皆さんの方がね、なんかほっとしたり喜んだり感動したりしてくれてた気がする。私もしたけど、なんかみんなの熱量に感動した。私は結構どちらかというとおはようございます。この配信はどうしよう、わかんないけど、メイクが終わったら終わりになります。もう36時間以上何も食べていないが、全くお腹は減らないから人間不思議なものだ。すごっ。それ6時間食べなかったらお腹すくのに6倍も食べてない。でもなんか最近知ったんだけど、人間の断食最長記録1年ちょっとらしいよ。やばくない？1年ちょっと何も食べなくても人間生きていけた人がいるらしい。めっちゃすご。おはよう。でもあんま食べなさすぎも体に良くないから、なんかいっぱい食べなかった後は体に優しいもん食べてね。ファンの方にいっぱい愛されてるなって感じ。ねえ、思った。なんかこんなに愛してもらっちゃっていいのかと思うくらいいっぱいみんなに愛を届けてもらっちゃった。愛お返しできるように頑張るぞ。今日はお出かけ、そう、お出かけします。お出かけ、さやのイベントが終わってゆっくりできるのでお出かけします。地方住みだと劇場とか行きにくいから、こういうオンラインイベントありがたかった。あ、そうですか、嬉しい。地方の方にも楽しんでもらえたかな、ショールームイベント関係ないもんね、どこに住んでるか。ショールームとかだと確かし、なんかこのさ、感染対策のご時世になってさ、なんかすごい唯一というかさ、なんか前よりいいなって思うのは、オンラインのイベントが増えたから、その遠方の方でも参加しやすくなったイベントがいっぱいあるのはいいことだよね。その接触イベントがなくなったのは良くないところだけど。朝礼で遅れました。あ、おはようございます。いいね、朝礼。仕事、なんか仕事できるマンって感じ。朝礼か、ドラマでしか見たことないけど本当にあるんだ社会に出たことないから知らないっていう。また花びら降ってるんだけど、ねえ、花木の勘だからかな、鼻カッサカサしてる。カッサカサカサ。正午が待ち遠しい、腹ペコの時より待ち遠しい嬉しい、結果を待ってくれてんのか。確かに今日いっぱいショールーム正午になった瞬間に開いちゃいそうだな。別にいっぱい開いても結果は変わらないのに、開いて閉じて開いて閉じて確認いっぱいしちゃいそう。コンサート舞台も一公演は配信入るんだ。確かに前より配信ある確率が上がりましたよね。いいことだ。そう、ママとお出かけ、イエーイ。やちさん、はとちゃん、ありがとうございます
すごい、昨日のイベントですごい買ったのにまだ投げてくれるの優しいね。でももういいんだよ、もうそのあれから解放されていいんだよ。今月はもう一旦、じゃあなんかずっともう投げなくていいよって言うとみんななんかさ、もやもやすると思うから、今月は一旦落ち着こう来月からなんかいつも通り、あ、投げろって言ってるわけじゃなくてね、投げたい人は投げて、コメントしたい人はしてくれたらいいけど、今月は一旦みんな落ち着こうや。どうやおはよう。みんな6月は一旦財布を大事にしよう。ここからもう6月前半にみんなきっと酷使したから、財布を、もう財布が泣いてるよそういうのありがとう、本当にありがとう。財布は泣いてもさえはニコニコでしたけどありがとう。おはよう。配信後ほっとして寝落ちしてました。いやそうだよね、みんなが一番ほっとしてくれた気がする。みんながすごく最後までなんか大丈夫かなみたいな、見てすごい赤になっちゃった。そう、最後まですごく心配してくれてたから、3位守れるか。おはようみんな。命令命大事に、そう昨日まではガンガン行こうぜにしてたけど、今日から命大事ににしてくれ、ドラクエだとしたらね、赤強すぎて鉄メイクみたいになっちゃった、ぼかそう、鉄メイクみたいになっちゃった。イベントご苦労様でした、ありがとうございます。サニーがニコニコならオールオッケーみんな優しいんだよな。6月後半は愛媛ツアーある、確かにね、待ってめっちゃ赤くなっちゃった。そう6月後半は愛媛ツアーあるからね、愛媛で美味しいもの食べるお金もみんな貯めとかないと。3位おめでとう。そう暫定3位です、まだ確定じゃないんですけど、まあでもこっからひっくり返ることは多分ないと思うけど、どうだろうね、ショールームさんのあれが分からんけど、ママ綿棒を取って、ありがとう。おはよう。すごい鉄の時のメイクみたいになっちゃった濃くしすぎちゃった。おはようみんな。俺の財布はほぼサイリンのためにあるそれはなんか逆に申し訳ないけど、でもなんか気持ちは嬉しいです。ひっくり返ったことない、多分さ、なんか福岡とかのさ確認をするんだよねきっとね。まあ今はなんかもう SMS 認証しなきゃいけなくなって福岡ができづらくなったけど、まあみんなはそんな姑息な手は使ってないと思うので、ごっそり何百万減りますみたいなことはきっとないと思うのでね、それは安心している。へへ、めっちゃ目赤い、ここからバランス取ればいける気がする。でも嬉しい、なんかでもみんながさ、すごい最後さタワー連続してくれてさ、おはよう、あれやん、タワー祭りしてくれてめちゃくちゃ差つけて3位で終われたので、なんかみんなすげーって思ってたみんなすごすぎると思ってビビっちゃった。でも本当に嬉しかったな。
おはよう、おはよう。え、でもマジで楽しかった。どう振り返っても楽しかったしか、絶対こんぐらい楽しかった。本当にありがとう。おはよう。昨日のラスト、他のメンバーもタワーたくさん出てた。でも本当に私のルームさ、なんかもうタワー見えへんぐらいさ埋まってたよね。タワー祭りすぎてびっくりしちゃった。ありがとう。そう、サーがさ1万5、違う、150万ぐらいあったじゃないですか、配信始めるとき。1万150万弱ぐらい。それでさ、その差がさ縮まらないかドキドキしてたのにさ、めちゃくちゃどんどん時が経つにつれ逆に空いてってさ、みんなみんなみんなってなった。こんなみんなに愛してもらって幸せ者です、僕ちんは。感謝。おはよう。感謝をしながらちょっとどんどん可愛くしていきます。サリーワンの底力を見た。え、なんかさ、でもきっとさ頻繁にさショールームイベントに参加しているような感じだったらさ、多分こんな風にはならなかったと思うんですよ。みんながすごくレインボースター集めててくれたりとかさして、そう、だからこうなんか逆に久しぶりに2年半ぶりに参加したことで力になったのかなって思う。なんならね、イベントの前半とかはさ、結構レインボースターでポイントいっぱい入れてもらって、3位になんか上げてもらってたような気がするから。8でワンツースリー独占も嬉しい。え、マジでそれがね、めっちゃ嬉しいポイント。なんかなおさら嬉しさ倍増ポイントだね。しかもマリアちゃんとナナシちゃんだよ。そういうの大好きな2人なの。嬉しい。そんな2人に並ばせていただけるなんて、とっても嬉しい。で、ナナシちゃんとマリアちゃんは超超超激戦だったと噂を聞きました。おはよう。超超嬉しい。かわいい。撮影してもらえるように自分のコンディション整えなくっちコンディション整えなくっちゃ。でも雑誌なんてさ、2回目とかじゃない？前にね、ビッグワンガールズさんにみゆちゃんと一緒にね載せていただいたんですけど、あれ以来もうね、さえは自力でね雑誌のお仕事をいただくことがなかなか難しいので、皆さんの力をお借りしてこうやって雑誌掲載が叶うのがすごく嬉しい。本当はね、自分の力でゲットできたらいいんですけど、そう、なかなかそうも簡単にはいかず、皆さんのお力のおかげで嬉しいです。おはよう。なんだか無性にライチョウの里が食べたい。え、わかる？ライチョウの里さ、なんかたまに食べたいね。美味しいよね。大好き。それも。そう、先輩一緒なら安心。今回のイベントは選抜メンバーもいたから、それでサインはそう。いやー、嬉しい。なんかさ、選抜のメンバーも多かったしさ、選抜じゃないって言い方おかしいけど、そのなんかこういうイベントに強い系のメンバーも多かったじゃないですか、正直。だからマジ最後まで超怖かった。ドキドキでした。よかったな。なんかもうみんながさ、ショールームは結構どんでん返しがみたいな、100万ポイントなんてすぐひっくり返っちゃうからみたいな言ってたから、マジで怖かったんだよ途中から。どうしようみたいな。
良かったです。でもエイトの、そう、私のファンの方だけじゃなくて最後はもうエイトのファンの方みんながこう来てくれてすごい嬉しかった。なんか感動しちゃった。星集め忘れたカウントの上で許してまだイベントの呪縛から解放されてないもう星集めもカウントもしなくていいんだよ。別にしてもいいんだけどしなくていいんだよ。もう解放されてくれ。エイトの絆健在でその意味でも安心した。嬉しい。おはよう、おはよう。そう、嬉しいね。大好きなんだよエイトのこと。なんかもちろんさ、前の兼任先のチーム4とかさ、今の兼任先の A も好きなんだけど、やっぱその帰るべき場所というかホームというか、やっぱお家は8なんだよね。そう、私の家はいつまでもどこまで行ってもチーム8だから、なんか嬉しかった。今日のスケジュールは、今日は夜7時半から配信します。絶対まだみんなショールームの呪縛から解放されてない。イベントのもう解放されていいんだよ。気楽に配信見るモードでいいんだよみんな。そう、ミッサーの応援めっちゃ大きかった。そう、マジで。ちょ、ちゃんと感謝伝えときます。改めて、おはよう。あ、いや、そんなことやったらしずく公園見たくなっちゃう。確かにしずく公園やりたいね。エイト公園全然会ってない。実はこの前キスバイエイトで結構メンバーと過ごす時間が長くて、なんかチームエイトっていいよなって改めて思ったけどね。会社着きました。夜楽しみにしてます。あ、お仕事頑張ってね。通勤途中だったのね。ありがとう。捨て星してたのに朝礼長引いて20時間まだ捨て星してくれてんの。ありがとう、おはよう。まあ確かにいっぱい星投げたら壇上に上がれるもんね。かみんな的には星投げるのもなんていうの、大事なことや普段から。おはよう、みんなおはよう。今日なんかすごい目ピンクにしちゃった。気合い入れちゃった。ショールーム終わってみんなに感謝伝えるから可愛くしようと思ったら気合入っちゃった。こうマスカラ塗ってる時ってさ、人間絶対ブスになるよね。次のエイトの日はあるかなね。今年のエイトの日できたらいいけど、今のね感じのまんまだったらね、できそうだ。あ、くしゃみ出そう。めっちゃ出そうなのに眩しいとこ見たけど出んかった。ミュートまでしたのにくしゃみしたかった今。全然止まってないよ。最後くしゃみ出るかなと思ってミュートしたけど出なかったっていう無駄な時間作っちゃった。おはよう。確かにあるならそろそろ発表ですよね。でもどこで発表するんだろう、するとしたら。おはよう、やりたいぜ。エイトの日待ってるぜ。8月8日は毎年開けてるんだから星になった。あ、ミュートダメなんや。よいしょ。
はじめまして。お、はじめましてだ。ありがとうございます。まさかの全鉄婚。え、8人しかメンバーいないとこでなんかなんだろう、特別配信とかするしたらするんじゃないかな、あのショールームとかで。わかんないけど、え、知らないよ。今なんかそういうことを裏で秘密裏にやるかもって言ってるから、あれやからね、あの言ってるわけじゃなくって完全な妄想で言ってるからね、みんな妄想で言ってるから期待しないで。キスバイトでなんか発表あるかと思ったね。何にもなかったね、発表が。確かに、よいしょ。さあもうすぐ9時ですね。まだメイク終わんねえや、のんびりやってるもんで。8月8日休みにして開けてある。え、優しい。あるといいね。キスバイトで何かしらあるでしょうって思ったら何もなかったね。逆にびっくり。さあもう何かしらあると思った。本当に何もなかったから。おはよう。でもエイトの日さ、エイトの8周年でさ、エイトの日だからさ、なんか盛大にできたらなと思うけど、このご時世やし、なかなか難しいんやろなとも思ってる。野外ライブとかしたいけど、野外だったら換気もさし放題やしさ、どうかなダメかな、そうはいかんのかな。試験さんこんにちは、おはようか。おはようございます。ん、待って、メイクが終わらないとこの配信終わらないから、メイクそろそろ完成させなきゃ。のんびりしちゃった。野外は天候が不安。確かに半野外みたいな。全鉄婚の最終日に配信があればそこで、確かに配信があったら、確かに何かさ、どっかのライブハウスかコンサートはさ、マスクしてれば声出し OK になったみたいなところもあるらしいので、どうですかね。まあまだダメかな、エイトは。分かんないけど、なんかそういうところもあるらしいよ。ちなみに、河口コステラシアター懐かしい。それな、めっちゃ懐かしい。あそこいいとこだったけど、夏だったら超良くない？河口湖涼しいしさ、半外だし。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、山梨3月4月ぐらいは寒かったけど、8月だったらちょうどよくない？涼しくて半外で一番いいと思うわ。夏やりたい会場ランキング上位だわ。よいしょ、おはようございます。よいしょ、
ょっと待って、おはよう。そんな感じで今日のメイクはこんな感じにしようかな。みんなどうですかね、どうでっしゃろ。はやー、今日のメイクはこんな感じ、お目目はこんな感じ。めっちゃピンク、めっちゃピンクにしました。なんかさ、ほっぺにピンクのラメつけとこ、このピンクのラメ。まあどうせマスクで取れるんですけど。ほら、ちょっと光って可愛くない？わかる？この光を反射してる感じ。うういいね、かわいい。ハイライト代わりにいっぱいラメつけとこう。あ、めっちゃいい感じ。これなんかちょっとこうツヤがある感じ、わかるかな。ちょっとこう光をこう反射してる。イエーイ。じゃあランキング読んで終わりにしますか。みんなイベント終わったのに朝から付き合ってくれてありがとう。最高に楽しかったぜベイベー、チキラッチョ。ではランキング読みます。13位さととさん、ありがとうございます。12位かぼちゃ先生、ありがとうございます。11位ひのにゃんまるさん、ありがとうございます。10位キャロンさん、ありがとうございます。9位ひらりんさん、ありがとうございます。8位ともちさん、ありがとうございます。7位けんそりセブンさん、ありがとうございます。6位まさとさん、ありがとうございます。5位けんけんさん、ありがとうございます。4位バイクゾウさん、ありがとうございます。3位ピアノマンさん、ありがとうございます。2位ヤスさん、ありがとうございます。そして1位はヤチさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。みんな朝から付き合ってくれてありがとう。なんかあの今日土平日の日曜日な、違う、金火曜日なんですけど、お仕事学校ある方頑張ってください。あとね、後で755にも投稿するんですけど、夜は7時半から配信しますので、ぜひ見れたら見に来てください。ちょっとリップ濃すぎたな、リップの塩梅がむずい。こんな感じでいいか。はい、ということでみんなまたね、バイバーイ。